できたらなとと思いますえー、とお題が何やったっけなんかゴールデンウィークにな何やったっけやらなさそうなことな、ね、23位やったっけ何やったっけ <laughs> 何だったっけそんな感じのことやったっけうん <laughs> そんな感じか。うーん 何がいいかなあ <laughs> 雰囲気合ってる <laughs> あ23位あっはいはい大阪人がやらなさそうなこと23位あーなるほどねえー、大阪じゃあ大阪に絡めなあかんってことかうん大阪かうんベタなことってことやろ なんやろうなぁ関西人関西人ねじゃあ関西の人はやらんやろうかうん関西関西か関西なぁ関西か <laughs> むずいなぁ関西か 何やろうなぁははショールーム <laughs> 皮肉やなぁ <laughs> 甲子園で巨人のね二23位っていうのむずいなぁおひさしすーす何ぐらい考えることみんなめちゃめちゃ皮肉。 あ、わななかたこ焼きでも私今日たこ焼き食べたもう食べたすぎて並んでわなかに並んでまで食べたうん許してやったらどうや普通の発音で言う練習確かに言われへん私も。 <laughs> 串カツ二度漬けチャレンジ地下に潜りつつあ助けてくださいあれは舞台舞台じゃない舞台かえミュージカルはいかへんのたこ焼きおいしいよ <laughs> うんうん えー何やろうな関西人か関西の人って何してるっけなんかグリコとかあれかなんか他のメンバーがやってなかったっけ言ってた気がする小島さんとか言ってなかったっけそれはもう取られちゃってるからうん確かに逆にやりそうなことなんやなろう 確かにな今回何もらえるん何やったっけなんかスタバカードやっけな何やったっけスタバカードかなでも私あんまスタバ飲まへんからなあ,あ小島さんかモバメ撮り始めましたありがとうマクドのことマックっていう <laughs> たこ焼き器屋買う確かに難波のドンキで全身ーで 大阪か。ええ。YouTube のしきお疲れ様ありがとうございます。た <laughs> こだけ役。南の太平洋全館レンタル。標準語を喋る試みしてみる。<laughs> 久しぶりあらー久しぶり。元気だったかい。 ダメの遥かす1インチで登る強っあ <laughs> でなもんじゃもまめ再開してしまいましたんで浮上させてくださいまじじゃあもう私浮上できるように頑張って送るわあっ琵琶湖の水全部抜くいいね それいいね。ーいろいろああ、ヘップの観覧車。顔見に来た、痛い、やっては。ありがとう。お互い頑張ろう。本当に偉いね、頑張ってて。やかありがとう。<laughs> まあ、でも、そうよな、そうなるよな。 の前髪好き今日はあのでもなんかね手抜きやったけどポイントあったあたやくありがとうこれ <laughs> うんアンケートああアンケートな「ユニバ行ったのにアトラクション乗らずに行きたく」ああ確かに関西人そうやなえ違う違うユニバ行ったら いや関西人ってユニバ行ってもアトラクション乗らずに帰ることってよくあるんですよ <laughs> なんか食べ物だけ食べに行くとか写真だけ撮りに行くとか雰囲気だけ楽しむとかもやっぱ年パス持ってるぜはね乗らないの私も乗らんかったことあるから百人一首「梅田で迷子になる」「いや関西人でも迷子なるで梅田は」もうさ日々迷路 かしていくかやんえ、回答でもそうだねーいや私はねもう全然ちょっと頭回らんくて今 <laughs> ナンバーワハクス。そうそうワンハハハね。はい年パス買ったのに一回も行かない。情報で新ハハあハハ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 ハ 絶叫マシーン乗らないしば <laughs> そうなんよ意外と乗らない <laughs> 全アトラクション制覇そう年パス持つとなそういうことをするんですよ私も本当に高校時代はずっとあの年パス持っててもう学校終わりにもうしょっちゅう行ってましたねバイトがないふは。 そう本当にコンビニに行くみたいに行くよいやダンジョンよマジうめだってねえやばいよえっに2話なる庭話なるユニバあ全制覇食い倒れたろうとシャメ確かにやらんなあ <laughs> 家の中 GP なあそうやねん迷子なんねんおち円もこり <laughs> てっぺんで何か叫ぶ鹿鹿せんべい1万円分のせんべいへえカニ道楽でカニ食べない <laughs> ひっかけ橋のキャッチに逆に話しかけてみる。 ほんまに私さマジでキャッチの人ほんまに苦手であの、いっつもなんか一人で撮る時は一人の時って結構声はかけられないじゃないですかまあ、居酒屋のキャッチとかはでも2人でおったら絶対声かけられるやんかだからもうそのもう一人の方にもうずっとくっついてこうやってもう下向いて「あすいませんすいませんすいません」って言いながら私はいつも行ってるほんとに苦手で怖い。 迷子なるな <laughs> ご飯活用通天閣から目薬通天閣から目薬いいないいねそれネイルのカチカチ音とても好きあらなってたいあこれねこの音ねそうそうだから私はいつももう無視してるけど怖い あ電話してるふりも確かになええー、怒鳴られた怖なんで怒なんねんってあっお腹いっぱい <laughs> ええー、どうしよっかな結局キャッチっていうのはあの居酒屋どうすかって話しかけてくる人のこと。 キャッチの人に逆に逆営業でも言ったあかんかキャッチってダメっぽいなえ関西のベタなとこといえばやっぱユニバーまあ道頓堀通天閣たこ焼き あとなんだろうなんやろうなあとな大阪なんか大阪におると逆に有名なもん知らんよな調べへんからさやっぱし知らんよなあー大阪城ねああ平場はい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 なるほどね あ,あ、ビリケンさん,だんじりはあああ太陽の塔ねああいかきああいっぱいあるなそう,そう考えたら確かに「ああ」とはなるなあ <laughs> ピンポンダッシュ。 え、普通にさピンポンダッシュだけやったらおもろいな <laughs> あかんかなピンポンダッシュ <laughs> やっぱりおもろいねんけど関西人じゃなくてもせんやろまずゴールデンウィークじゃなくてもせんやろみたいな <laughs> ピンポンダッシュあそう23位のやつ決めてるあ <laughs> ピンンポダッシュにしようかなじゃあ <laughs> そうゴールデンウィーク全然関係ないっていう <laughs> ゴールデンウィークも関西ももう全部無視してもう私はやっぱこ何蔵に歯向かいたい精神っていうものがございますから一度もそのお題に沿った答えを出したことないと思うんですよ私 <laughs>。 じゃあピンポンダッシュにしますね。ありがとうございます。たくさんのアイデア、ほんとすごいね。みんなマジでよくこんな短時間でみんな思いつくね。天才じゃん。ありがとう。じゃあちょっとテロップは削除。よし？ハム外体のちょっとやっぱ天の弱っていうのが出ちゃいますよね。<laughs> <laughs> 採用されたしそうそう狙わないのそうそうということで、えー、ありがとうございました <laughs> さあじゃあちょっとねあのー、まあ時間はちょっと短くなってしまいますけれどもまあ最近の近況報告を お話ししていいこうかなと思いますけれどもあのー、11日にチーム N の夢中ライブへの、あのー、またぎが決定いたしましてそして、まあ、13日もね s h、あのー、ショーマンのメンバーがいない M ということでちょっといろいろと波乱な展開が起きる起きそうな、えー、この1週間ですけれども。 私はもう絶賛今 N の公演のリハーサルっていうか練習で今日はね、あのー、8時半にあの劇場行って朝のでそっからあのこの配信 YouTube で私配信してたんですけどそれまでずっと練習してて。 でやっとあのユニット以外はもう立ち位置も入れ終わったし振りも入れ終わったから明日でもう本当に完璧もう最高みたいな状態にしようって思っててで今日はこの配信終わったらあのユニットの振り入れをもう全部しちゃって完璧に何も見ずに踊れるようになるまであの普通の速さで踊れるようになるまで練習しようかなと思っております。 そう、だからあのー、何こうモバメとか SNS の更新とかもちょっとあのほんとにリハあの、練習うしんどいやばいみたいなばっかりになっちゃうなっちゃってるのがすごい申し訳ないねんけどもうそれしかやっぱこう、ネタがなくて <laughs> ネタがなくてですねもうすいませんやけど。 だからもう、ね、めちゃめちゃね今眠たい <laughs> 今日何時に起きたんやろだから何時に起きたっけまあ言うて7時ぐらいかやけどちょっとね頑張らないとなっていう <laughs> それがリアルかみんながこんなに頑張ってるからっていうので毎日頑張れてるうわう嬉しいです に頑張ろう本当に全然あのー、まあでも無理しない本当はね私も無理したくはないんですけど無理しないと本当に入れられなくてですねまあ,あの13日の M に関してはもう前日しか練習できないので12日しかの1日しか練習する時間がないのでもうそれはまではもうちょっと N につきっきりでこう練習しなきゃ。 っていう感じなのでちょっと頑張りますいやーもう本当にまあねこう選抜のねメンバーが今こう舞台で頑張ってくれてるから私たちもね劇場を守らなければいけないんですよ。守るためにはね 苦労も必要なんで,ございますでもあのー、まあ N はさもう全体曲、あのー、振り入れ終わって立ち位置も終わったけど、あのー、やっぱ見る限りやっぱめ鬼むずいじゃんで。 むずかかっったのねやっぱ振り入れとかもでも1日1曲絶対振り入れしようって決めてて毎朝朝ごはん食べた後に振り入れするっていう生活をずっとしててんけどやっぱいざ踊れるようになるとめちゃめちゃ楽しいね楽しいですでも鬼むずかった全部がさもう振り細かいし多いしでめっちゃむずかった。 いやすごいわあれ N してるのほんとすごいと思いますそうなのはるかにもねたくさんいろいろ「ここどう,どういう動きしてんの?」とか聞いたり他の N のメンバーにも「ここど,どういうやつ?」って聞いたりとか何の曲に苦戦したとかありますか全体曲は何に苦戦したかな 夢中人夢中人と抱きしめちゃもう苦戦したなあとは何だろうああでも後半曲は全然意外とすんなり入ったから本当に「夢中人」と「抱きしめちゃ」がすごくむずいというか覚えにくかったですねでも「夢中人」はなんかこう ちゃんと改めて聞いたのはこの練習してからの期間に改めてちゃんと聞いたけどすごい可愛くていい歌ですねあの歌 <laughs> いい歌ですいやでも抱き、そうなの抱きしめちゃいけないはんかもうずっと前からずっと脅されててマジでややこいマジでむずいっていうのをそうマイクの持ち替えとかあるしこう 左右で違う振りとかもいっぱいあったりするからずっと脅されてたんだけどいざやっぱ踊ってみるとあ確かにめちゃめちゃむずいわってなったけどこう踊れるようになった時のこの嬉しさっていうのはすごいですよね。いやー宇宙人のポーズねこれねあ見えてないあ見え。 摩天楼むずそういやーって言ってた <laughs> 確かに摩天楼はねむずいよね普通にむずいよねほんと目撃者しててよかったと思ったガガがなガガガガさ韓国語わからん <laughs> 韓国語わからんのだがなんて言ってんのあれあとガガガは感想に苦戦してる ももう今でドドキドキするる感想を踊るのあれめっちゃむずいややこいしむずいあ「伝説の魚」も「伝説の魚」はでもミるさんの卒コンでやってて良かったなって思うそのおかげでまだ振り全然入ったでも「伝説の魚」はもう何全部一緒なんよ1番と2番もう振り一緒やからだからラッサビももうほんと全部一緒やからすぐ終わりましたね そう11日に出るよ私はそうむずいねえ <laughs> 分からんかったわガガガってこれ N してんねんなこれ,これ何してんのって聞いたら映像って結構荒くて何してるかわからない時がよくあるんですよえこれ N ってええー、そうなんや そうだねシーズン・ゴーンとはまた違った玲子が見れるそうだねかっこいい曲が多いからねのはかっこいい私をたくさん見れると思いますめっちゃ早い時間とへえ伝説の魚いいよねあら外れたいやー <laughs> 決まった時「タンシング・ハイ」マジしんどい あよく踊れてるなと思う本当にすごいな体力あれはもうもうやばいなあれは <laughs> ダンシングハイ本当になんか腹筋使うしなんかもうずっと跳ねたりさしかも振りも細かいじゃんなんかだからもう,もう目が回りますねあれはこの間の公演「ハーフツインありがとう」って。 これはで、ね、もうほんとなかなかあれもうあれだね暑くなってきたからねちょっとうわっあ違った影だったあんまおろもう下ろさないかなどうだろうからレアだね13日当たってくれって「肌たくりがとうユニット何するか楽しみ」楽しみにしててそう今見たらじゃチモシ食べてます <laughs> なんかエモいそう、エヌポーズしてんのよそう、エグいよねマジ、ダンシングはいどんな髪型にするのかもうね、髪型ずっと前から決めてますなんか、エヌに出るってなったのはその、知ったのはその、ショーマンメンバーがその、本番中に出られない間 もう公演やるらしいで「で、れいちゃんとゆいな N またぐねんて」っていうのをはるかから聞いて「えっ?」て「そうなん?」って <laughs> 知って勝手に決められてて「私とゆいな N またぐ」っていうのはもう大人からの、あのー、圧力で決まってて <laughs> まあねありがたいことですけどねだからね。 ちょっとえー、でもあんな難しい公演は私できないって言ったけど頑張った。あたやありがとう。めっちゃ伸びた神神めっちゃ伸びたよね。うん、うん。ジー君じゃないよ。重力シンパシーもどうせえぐいけどえぐいイメージああでもいや私のところは私がやってるところあどうだろうなみんなでやったことないからな。 ちゃんいるの想定しながら見る練習してましたははは強いダンサブル多い確かにね多いからそうなのよそう暑くなるまね本ほんとギリギリでよかった誕生日だけど出張でああそうなんか原さんとお揃いで原田大好きそういえばそうだねやってたね原さん でも楽ししい重力シシンパシーはすぐ覚えれました私大好きなんですよもともと好きであの雷鳴と重力シンパシーめっちゃ好きでそうなのよメンバーから知ってユイナがまたぐ時にはもう全然決まってましたよ <laughs> えそうなんって知らん何も聞いてないねんけどほんまにそれ 聞いいたたら、ほんまでしやびっくりよね。そう、立候補ではないんですよ信頼 <laughs> <laughs> されたらる証しいおねえしてくれてたらいいんだけど髪一緒に伸ばしてるような気持ちになるのであもうこれからも伸ばすよ私はなんか初めてこういったツアー言ったけどめっちゃ楽しくああよかったありがとうあ どんちゃんだ久しぶりのそうそうそうパチンコのね曲ですえー、めっちゃ汗かくよ <laughs> ね本当に青春そうチームサプライズ大好きなので雷鳴はもう折り面がめっちゃ好きだからそれで知ってうわもう好きってなったの。 あーそうやな確かにいやぜひもう N は私ショーマンメンバーがその出れない間は、まあ、出るんかな私わかんないまだ11日日しか決まってないからわかんないんだけど全然13日はもちろん15日も期待していいそれはもうね そりゃもうメンバー見てもらえばという <laughs> 参考人ウィンクウィンクやからってことまあレナタもまたいでるしな1994の雷鳴やでってどういうことあそうなん正式名称ってそうなんや。 1994年のじゃなくてそうなんや1994の雷鳴なんねえサプライドいいよねポニーはねなんかさ私ほんとねあのハーフアップとポニーが一番一番はハーフアップが好きなんだけど、まあ、ポニーも2番目に好きで。 漏れるからその2つの髪型でも本当に最近頭皮がマジで悲鳴あげてて本当はもっとね高頻度でしたいんだけどなかなかできないんだよねもう多分髪の毛伸びたから痛いんかな重みでどのポジションかも楽しみ楽しみにしててぜひぜひ。 確かにミュージックビデオなぁ。インクちゃん集まるのエモエモって。卒業コンサートでリアルに。ああ、確かに振ってたね。なんかちょうどその時だけ振ってなかった。ね。折り面強い。メンバーはようって。当てなきゃいけない声当てれてほんとうれしいって <laughs>。15日申し込んだよー。あ、覚えてたら見る。見て。 いいね、あ,ありがとうございます赤帽しと遊んでたら夜あべ前田髪型おそいしてていあそうなんやいいね初見ですありがとうございます <laughs> CD 欲しくて言ってたって強いなって感じしてそう強い強くなれる強い気持ちになれるそう頭皮がさそうなのそうハーフアップが一番私は好きです 物語だからやったら終わるないや逆に私は丸顔だからハーフアップがいいんだなってハーフアップとポニーテールがいいんだなって思ったよねツインも好きサイドポニーサイドポニーな折り目強いよね <laughs> 公園で無双しそう髪少し短かったし生写真いつの生写真 今月なんだ今月はあれかあのー、あれですかここ天のやつかなめっちゃ前だねい,やいつだ3月2月3月とかに撮ったやつじゃないかな多分次回に行きたい次回にぜひあれポンデリングちゃんねあれ、一回あのー ミックスジュースの千秋楽でしてまたやりたいなと思ってたからそうだね研究生もね大変だろうけど、まあ、研究生の一番のお仕事はまたいだりすることですからねそうです <laughs> めっちゃ泣いてたやつうちらマジ最強公演のか,かわいそうねえやっぱギャルだよねいいよねねえ神だったよねではありがとうございました ありがいちゃん初見ですすとうございますツインケ似合うやっとおめありがとうポンデリングすごくあ本当に好きになってくれたそう若菜とずっとお揃いの髪型しようって約束しててやっとできました作ったおめくりで見せたらすごく喜んでくれて嬉しかったそりゃ嬉しいようちはそんなね丹精込めて作ってくれてそりゃ嬉しいよ今の髪長い お姉さんになったなーってひどい言葉てたねそりゃあねもう大人ですから <laughs> 友達が礼ゴも活躍最近ん最近活躍すごいって言ってたええー、嬉しい友達雪乃があそうだね雪乃ちゃんサイドポーニーだねあおりもっと見たいあおりなここ天のやつかここ天のやつはもうほんに数ヶ月前だよね 普通のー全然ね一目にはかかっなんかその私 SNS に載っける内容が本当にないからもう載っけとけ精神で <laughs> 連日めちゃくちゃ大変そうで心配だけど頑張れって頑張るねあのー、大変 <laughs> 大変大変だけど頑張る。 <laughs> 寝かすな,本当それな羊そう羊ちゃん部屋本当はやりたいんだけどあのね髪の毛に引っかかるのこうあるじゃんだからこう何ていうの後ろの毛がこういう感じでこうこれこう引っかかったりするのそれが嫌で公園でできないんだ羊ちゃん部屋そうそれがねなければね全然やるんだけどどうしてもやっぱ引っかかっちゃうからもう気になって仕方がなくて。 オンデリンリグはいたもうほんとにミスドには毎回お世話になっておりますあ説得力説得力があるな <laughs> 画像可愛くて拝みましたありがたやハケレス用のんハケレス星なんてうかちわかな作ったスケブかなうちわかなマジ天才ってこと そうだね、マタギねね復活してきてるねやっと研究生のねうちわ文字変えたいか今度ストーリーで相談しますってデザイン変えた方がいいかのっていやもう自分がいいと思ううちわで縁やで実力を研究生に見せてあれそうねそうなんだよねそうだからこそ私は完璧にしなきゃいけないから練習朝から晩まで。 頑張ってますす <laughs> でしたた本当によかった mc も上手すぎたいやーもうマジで頭回んなくて本当に今日はね本当に頭回んなかったからあんまうまいことも言えなかったしちゃんとこうみんなに振ることもあんまできなかったからちょっとああってなったけどまとめがみまとめがみな そうやなぁそう伸びちゃったからなぁなか,なかあとねめっちゃメイクさんが大変そうなのまとめ髪ってあの三つ編みを4本作ってさらにこういろいろやっててめっちゃ時間かかってすごいメイクさんが大変そうであの申しんかもうなんか全部さやっぱ私人のこと考えちゃうからなんかこう昼夜公演でもメイクさんが ちょっととでも負担が少ななないよようう髪型にしようかなとかこの前のさ何バトルの時とかも何バトル前とかあった時こう2公演あったやんかで髪型変えたらそのただでさえ時間ないのにメイクさんめちゃめちゃ大変だろうなと思ってもう2公演ともポニーテールにしたりとかでもう全部なんか人のことを優先的に考えちゃって。 なんかまとめ髪できなくなっちゃったんだ申し訳なくなってでもまたねいつかこうやる機会があればやりたいな毎日頑張ってていイエー <laughs> ホイホイに引っかかってしまったと <laughs> そう乗っけとけっていう <laughs> チーム公演入って楽しかったいやーよかったよやっと入れて嬉しかったし私も。 そう羊大変だから普通にあの配信とかだと全然羊ちゃんとかはできるの今日はちょっと本当にしんどかったからもうちょんまげにしたんだけどだからあの公演じゃなかったら全然配信違う羊ちゃんするあっああそれ見ましたあのー、NMB が好きな方の YouTube の見た見た嬉しかったです オートミールのおすすめレシピ送ったは見ますありがとう大まかありがとう初日夢にゲショニチういういしいまかありがとう <laughs> 自分の思う文字でいいやね白って二百色あんねん大分で六円てしまってごめんごめん,こん,ばん 15時間労働うわもうほんと労働人生ノーノーノーよねもうマジえらい本当にポン・デ・リング見てううってなった発信の MC で呼ばれるかすごすぎるっていやいやいやちょっと嫌いこにないよお電話がありがとう、ま、たぎゃ研究生を優先していやーねまあねでもこう大人の方もあのー、いろいろねやっぱ研究生 まあ、ちょっとあんまここでは言えないからちょっとやめておきます <laughs> でもねそうだねそのぐらい頼もしく成長してほしいですね「アンジュのサポートありがとうございましたいえいえいえもうサポートだと思ってないから私は逆にもうなんかそれがいつもの感じだから私はもう全然そんなサポートしてあげるみたいな感じじゃないから全然。 大丈夫そんなあれだよもう全然です全然ですうまいこと言えなくて落ち込むアイドル NMB が過ぎる明日の昼テイストの大学課でやってたかあらやってなかったあらあやってたの気づかなかったあら編み込みね編み込みはまたねできたらいいね即フォローした時さすがってなった本当に いやーマジでなんか優しさっていうか本当になんか申し訳なくなっちゃうのなんか私のためになんかねなんか申し訳なくなっちゃってうまありがとうあっ8 0もありがとう誕生日もんばめ届きましたよかったよかった5月そう五月の方にもねちゃんと5月用のもんばめを送っておりますので嘘でうちを見つけてくれるレコちゃんの視力に改めてびっくりしたマサイ族いけるんちゃう 公園踊りんごちゃんはうーんあのシーズ・ゴーンがあの合わないから今のところする予定はこう公演でする予定は今のところないかなって感じかなうんそうやっぱユニットって大事だからだねだから配信ではめちゃめちゃするんだけど公演ではねなかなか。 やっぱユニットを考えると髪型ってねすごい縛られちゃうから難しいよねなんか逆転王子様とかだったらね全然りんごちゃんできるんだけど伝説の赤パのシーンでて夢逃げうんうん初日じゃない全然初日じゃないもう中間ぐらい <laughs> そうあいつでも待ってますありがとう オーートミールケーキいやいや俺もめっちゃ美味しそうだったよ公園種類が入れて嬉しかったよやってこちらこそありがとう昨日の公園テンション高かった私最近よく聞くやつ <laughs> カエルの合唱がすごいあら <laughs> そう200色あねハッピーラッキー,ラ,ッキーラブスマイルピースドリームここから始まるハッピーライフ皆さん心に刻んでください 幸せのフフだいま誰も0ありがとう10日間の休み終わるってありゃっ公園行けて嬉しかったこちらこそだよ本当に紫白ペンライトの頃につけてた白色間違ってたかもそうやな200色うちの何色目のかやったかな私の <laughs> 白ペちゃん、ね、えっ髪伸びたよね本当に昨日髪型変えてた昨日は昼公演が、えっと、ツインテールで夜が若菜とお揃いのポンデリングにしました、うん、また、あ、ぎのね先輩もいた方が安心する大人の方は、まあ、安心するらしいので。 ちょっとどうしてもという形になってしまうんですよね夢逃のの初のん劇場での初の夢逃れ玲子センターだったあらそうなのシアターの女神やなって2019年度のシアターの女神やらせてもらってます職場の一番下だけやっとこ生えてきて先輩の偉大さを身にしみて感じるこの頃えわかるめっちゃわかるそれ私もそれわかる今週お忙しなんです サイドポニー <laughs> 思い出してしまうキャンバチ復活で最後列参戦でしたハケレスト見送りの爆スありがとうございましたこちらこそよかった入れて本当にハてはカありがとうユニットシャッフルなでももうこれ以上覚えたくないという気持ちもあるけどな曲を <laughs> 公園で名前つ持ってたらニコニコして見つけてくれるのマジ可愛い,いです そんなもちろんだよ自分の亀に攻撃されるの嫌で、ね、ポニテしかできなかったってそう攻撃されるよねわかる逆転王子様いつかやってくださいってアンジュと絡み増えててなんかいいって最近よくなんかアンジュとの絡み好きって言ってもらえる人魚みたい絶対かわいいあらあれかバカンス人魚のバカンスかそうやねーアンミカさんしか買ったん グッズショップのレシート見せたらあほほほほほしいなんてないやろツイッターのヘッダーにしてます強っ <laughs> M 公演に行けたことですやってありがとう来てくれて12色のペンライト全部白でも足りないじゃないほんとだよ俺は話変ったら選抜祝いのケーキ作ってみせるええほんとに楽しみにしてる髪型とより芸術確かにえツインタイル沸いてくれたよかった白色のもの つ見えるんだだけどここれも違うってことだよねいやそうだよ私も見えるけど全部違うんだよねリバイバル見てるとセンスありすげえ確かにやっぱすごいよね声欲しいですシーズンゴーンの時目の前がカーテンで見えなくてえー、しんどいやつやで徐々に頭の上にハテナが浮かんでくるのかわいい そう理解ね頑張ってしようとしてるんですけどアンジュの言葉をでも理解がなかなかできないんです <laughs> よ, <laughs> よっ169回女いやよっ現在アンミカさんが呼ばれたらゴールデン進出シャンス <laughs> メイコの沼に足を入れかけてますあもうじゃあもうぜひぜひあの何すごく気持ちのいい沼なので コールできた最後にコールできたの夢逃げだった安城玲子がうまく扱ってるえ扱えてる私初の恋一つ幸でしたよかった本当にもうみんなにたくさん見に来てもらって嬉しいです強い気持ちゃ暑さから暑さかったのに外れたから昼夜看板と写真撮った看板とでも写真撮ってくれたんだね何回考えても169回バグすごいよね 本当は170になる予定だったんだけどそのあとの1回はあの三田さんのイベントに行くためにすいませんっつって <laughs> 169回になりました発言のビビり方本当にか昨日 MC のね「地下選抜おめでとう」言いたい回ってる言いたいんですか こ,のね、ここの肩がめっちゃ今凝っててめっちゃ痛いんだよね髪色ピンクベージュなのいいっすよね似合う人いいよね次のオンラインお話し会でれいちゃんのとこ本当に来てくれるの ?500 円握ってた話ショールームで詳しく聞いてもわからなかったわ <laughs> からんよ1年って365日なんですよってもうそれやったらあのあの人みたいやねそのあれってあの あの,あの人 <laughs> あの人 <laughs> あの政治家のはいそう裏話「ショーマンメンバーいない日結菜とミイキ一人で処理できそう、まあ、できはしないよね多分もうほ放置かもしれないは5 0 0ありがとうそうおたかつ大事釣ってください」って言ったらそれを見た私が釣られましたあら釣られちゃってくれたの 嬉しいんやけど <laughs> また違う難しさそうなのよそうなのよあのアンジュはマジで悪気がないのよあー <laughs> いやでもみゆきさんも原さんもあ悪気はないねんけどまた違うんだよね2日に1回え二 ?2.1 日に1回やば お仕事大事169回すごい本当にあビオレやでこれを機にそうだねでももう違うあの日焼け止め買っちゃった <laughs> 痩せすぎじゃないですいやーもう本当にやばいです最近まためっちゃ太っちゃ太ったったった <laughs> 明日への活力 あー確かに2年以上大声出してないって肩甲骨周りほ,すほぐすとい,いあそうなのそう小泉さん <laughs> アイドルオタクってアイドルが好きなんですよ <laughs> <laughs> 当たり前 <laughs> <laughs> リアル話会余韻にまだ似て合ってるいや私もまた早くリアルお話会ねできたらいいな ゆいなも悪気ないんやな悪気ないからこそ滑るんやろうなわ <laughs> かりやん助けてアンジュスちゃん語録えー、なんかそれこそさラビカルタやってたじゃん24時間で今度アンジュカルタやろうよ文章構成方法が人と時間確かにちあ組み立てが違うよな名言カレンダー んちゃんがショールームで感謝してたえ私なんか感謝されることしたっけ私アンジュになんかしたっけねえリアルあったらいいね劇場にお運んでるのだもうほんとに最高しゃめ会ねほんとに言ったチェキ会やりたいっすって凝ってる方の手の 親指指と人差ししの付け根をググリリたらなるほど悪気がなかったら何やってもいいんですか <laughs> <laughs> アンジュカルタそうそうあ松岡修造さん的なカレンダー確かに賢さやばいねカオスになるやろなそうそうそう企画のやつ「照明芸がユイナに」 受け継がれると、ね、本当にコンボしたらいややばいよ本当に理解したくてもできない言葉が出てくるカレンダー怖恐怖やなねやりたい知器会結婚ポーズ当だ取れるじゃんそれこそ節電が増えそうリアルファーズ司会ね本当にやりたい 全く関連性のない,意地悪い画像付け加えて確かにな絶対もらんや <laughs> そう丁寧そうなんだよね丁寧に喋ろうとしてそうなんだよ多分そういうことなんだよでも確かに焦っちゃうのやっぱ人前で喋るのって頭真っ白になるのよいくら練習してても練習通りに本当にいかないからだからだと思う私もう全然うまく喋れないからもう真っ白になってそりゃそうだ いやー大変だよね <laughs> 商品化したら売れる本当に売れるかなでも遊びたいな私もあれちょっと参加してみたかった楽しそうやったあもう36分かちょっとそうだねありがとう心配してくれて そそろろろ終わろうかしらねちょっとだけ睡眠とって練習しようかなおっ MC 褒めてたほんとにいやちょっと短い期間でしたい短い時間だったけどあの来てくれてありがとうございましたあのー、まあ次やるのはきっと、あのー、13日以降に。 なると思いまますすけれどもすみません本当に申し訳ないけどあのー、ちょっと切羽詰まってましてなかなかねいろいろあの皆さんとね本当はもっと交流したいんですけどやっぱどうしても私容量が悪くてあのー、本当に私容量が悪くて <laughs> だから待っててもらったらもらえたら嬉しいです。 やっぱ完璧なパフォーマンスをお見せできるようにね恥ずかしい思いはしたくないのでねお金払って見てもらうものですからねほんとにしかもね皆さんにとってはもう一回一回がめちゃめちゃ大事なわけじゃないですか私はもうさ何百回って出てるうちの一回がそのファンの方にとってはめちゃめちゃ貴重な一回なわけだからそんなのさ 雑にやっぱね絶対にしたくないので私は本当に公演が大好きだからこそ大切にしたいなと思っておりますので練習頑張りたいと思いますそうだね一区切りついたら美味しいもの食べますということで本当にありがとうございました来てくれてえー、っとということで、えー、順位を。 表いたしたいとえっと行きます13位さかさんありがとうございます12位さやちゃまありがとうございます11位かなちゃんありがとうございます10位つっちのおっさんさんありがとうございます9位ビートンドビートさんありがとうございます8位かえでちゃんありがとうございます7位がじゅんきありがとうございます6位がなおさんありがとうございます5位が久男さんありがとうございます4位がここちゃさんありがとうございます3位がなかしーさん ありがとうございます。2位がバロックさんありがとうございます。そして1位がタカさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。よし。じゃあまた13日以降にお会いいたしましょう。ありがとう来てくれて。バイバイ。おやすみなさーい。